世話になってばかりで、寂しいです。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏、46歳が、知人を介して、ある居酒屋の店長に、こんなメッセージを送りました。店の名前は、モー吉。1993年11月に東京都神楽坂にオープン。巨人時代の松井氏が東京ドームの試合後、ほぼ毎晩、通ったことで知られる名店です。ですが、新型コロナ感染拡大の影響で、今年の4月と5月は休業、6月以降も、例年の7割減と客足が戻らず、10月いっぱいで閉店しました。松井秀喜氏には、悪い話が出てこない。高校時代から、すでに人間ができてたのかもしれない。ローマンの詰まったビデオが好きと公言していたが、私たちの間では、尊敬の意味で師匠と呼ばれていました。ビデオを一人で楽しむなんて、こんな大選手にしては、健全な精神の持ち主である。